はい、皆さんどうも、Kでございます。今回もね、ちょっと夕方ギリギリ時間ができたんで、雨降る予報なんですけど、白北に来ました、急遽。おそらく日没まで2時間ぐらいなんで、巻物を中心に絞り出せるのかというところで、ちょっとやっていきたいなと思います。相変わらず人多いわ。あんま良くないな、水これ。カバー際にステルス今入れてみます。めっちゃ降ってきた。修行の予感が。助けて。本流川終わってる。これ昨日大雨降ったんですよ。最悪や、これ潰れてるかもしれん。なんかバスっぽいのおるな。あれなんや。あ、バスやな。ちっちゃいな。でもこっちやるなら薪よりうちの方がいいかもな。足元のカバーが濁りを遮ってくれてる。もしかしたらこっちの方がいいかもしれない。ちょっと巻いてあかんかったらちょっと打ちますわ。シャローカバーね。この正面見えます？向こうから流れが来て、ここで張り出しとこっちの岸側がね、狭まって流れが速くなって、出たところがちょっと張り出しの裏になってるんで、若干水がね、きれい外側から。よっしゃ、切った。やった。ほらな、やっぱり美味しいところにおるって。ちゃんと狙えば釣れる。見た？神キャスト決まって一撃。なかなかサイズやね。うえ、川バス。狙い通り、こういうことよ。ばっくり。見ていただけましたかね。思い通り、ほんまに言った通りに釣れたよ。ちょうどね、向こうから濁りが入ってきてて、でそこの張り出しのちょうど裏、あっこがね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。ちょっとね、まだまだやり足りないんですけど、雷が鳴ってきたんで早めに引き上げようと思います。超短時間調光になっちゃいましたけど、まあ、白北で1本プラグで出せたらまあいいんじゃないかなと思います。やってらっしゃる方がね、ほとんどだと思うんですけども、まあ、初心者の方とか始めたての方はね、この動画見ていただいて、どこにバスがいるんだと考えながらやっていただくと、より楽しくなるよという動画になったんじゃないかなと思います。それでは皆さん、またお会いしよう。もし白北ワンドリに釣りに来て、こういう風な雨が降ってきたら、すぐに帰ってください。釣れない上にビシャビシャになって心が折れるだけです。